満州国の国旗は1928年以前の中華民国の国旗を元として1932年に制定された。法天軍閥の旗1932年3月1日の満州国政府げさん国旗制度津げの件により満州国の国旗を五色と定め、旗地を黄色、旗の左上角はくれない、白、黒の四色とし、 全体の4分の一を占有するとした。また、旗の横立て比は6対4とされた。なお、北京政府の五色旗と区別するため、新五色旗と称した。法天軍閥の旗も、紅れない白黒の配色や二十歳の色が類似している。国旗の意義解釈について、1933年2月24日の国務院、次元第三号、国旗の意義解釈に関する件には、 青は東方、紅は南方、白は西方、黒は北方、黄は中央を表し、中央行政をもって、司法を投与するという意味であると記されている。また、満州国国務院総務庁情報どころが発行した、満州国国旗行には、黄色は中央の土であり、万物を回復し、司法投与の王者の人徳を意味し、優は、博愛、大道、神前を表す。 赤は、火と南方を意味し、誠実心思、熱情などの所得を表す。青は、火と東方を意味し、青春、新生などを表す。白は、金と西方を意味し、平和、純真抗義などを表す。黒は、水と北方を意味し、兼任、不罰の所得などを表す、と記されている。なお、毎日新聞社編。 大日本帝国の戦争一万州国の原影には国旗の五色旗は木、くれない、青、白、黒で日、万、漢、老、毛の五族共和を象徴させたとの記述があるが公式には国旗と五族共和は無関係である。満州国海軍の海軍機満州国海軍の海軍機は1932年4月25日の軍令第3号。 満州国会軍機式で制定された。軍艦機及び艦首機は国旗と同じとされたが、横幅は縦幅の1.5倍とされた。海軍上昇機、海軍中上機、海軍少将機は軍艦機に階級を示す白色の星をつけたものだった。海軍大将機は軍艦機を塩尾型に改列したもので、この他に長旗も規定された。その後、 1935年3月7日の直令第11号海軍機省令で満州帝国の海軍機が規定され、同日発令の軍令第2号大同元年軍令第3号満州国会軍機式廃止の件により満州国の海軍機は廃止された。なお、軍艦機のデザインが変更されており、旗の上半分は暮白黒の4色。 下半分は黄色とされている。満州帝国海軍の基礎は次の通り。皇帝機大臣機海軍上昇機海軍中上機、海軍少昇機大小機長機司令機先任機、国旗軍艦気艦主機当直機赤十字機軍用船機、一から六の基礎の序列は記載の順序とされた。皇帝機の正式は提出例で、国旗の正式は大同元年三月一日告げで定めたものとされ、 それ以外の気象の正式はフズによるとされた。また、気象は同一の感染、探偵または海軍陸上各庁においては、序列の最上位または上席者に対するもののみを形容するとされたが、感染については、大臣機と小気、大小期、長畑、司令機とは、平夜げするとされた。皇帝気は、海軍気象例と同時に制定された、提出例。 第6号、皇帝規制式で定められ、黄色の二十歳の中心に、金色の乱歌紋章を描いたもので、満州国皇帝上後の感染または探偵に、掲揚された。また、外国の元首及び皇族が上官した際も、順用して掲揚された。大臣旗は、軍政部大臣が公式に感染または探偵に、上官した際に掲揚された。正旗は指揮権を有する海軍上昇。 海軍中将、海軍少将の起承とされ、勤務位置により軍艦または庁舎に掲揚された。正旗は、満州国時代の白色の星から、紅色のバイカに変更された以外は、ほぼ同一様式である。大人旗、正旗、大正旗、長畑、司令旗の二十歳は、国旗と同一異称だが、正式上は、大人旗及び海軍上正旗は、 軍艦機の右上半を黄色に改めたもの、海軍中将機、海軍少将機、大将機、長畑、司令機は、海軍上将機の倍イを除いたものと同じとされている。満州国陸軍の軍機は、1934年3月24日の、軍令第4号、陸軍不標弾軍機正式の件で制定された。陸軍標弾軍機は縦、mm、横、mm、で、 剣先と房をつけた旗竿に、モールと房で縁取られた軍機が掲げられ、旗面の竿側下角部に、不評弾名を記入する白布が縫い付けられた。陸軍急兵団軍機は縦 650mm、横 780mm と、陸軍不評弾軍機より二回りほど小さいが、旗竿の長さは、陸軍不評弾軍機よりも 450mm、長い 2000mm と規定されている。 また、軍機を制定した3月24日は、軍機設に指定されている。1933年8月の、海部警察隊の気象に関する件で、海部警察隊機、民政武装長期民政部刑務視長期海部警察隊長期が制定された。また、1934年5月の、厚生局局機及び気象制定の件で、厚生局局機が、 1935年9月の優勢気象制定の件で優勢気象が制定されている。ありがとうございます。